ローマ時代の壁画の断片。麦の方を手にする方策の女神家レイスを描いている古代ローマの宗教におけるモラサルサは荒く引いたエンマー小麦と塩を混ぜ合わせたもの。ウェスタの諸女たちによって調整され、あらゆる公的な儀式で生贄に用いられた。生贄にされる動物の額や角の間に振りかけられたり、蜘蛛台の聖なる炎に投じられたりした。家内安全を願うためであり。 大変よく用いられた。マウルス・セルウィウス・ホノラトゥスは、モラサルサのことを、ピウスや、カクタスと表現した。モラサルサは釘には必須のものであり、モラに乗せるが転じて、生贄にするという意味を持った。英語での、イモレーションである。モラサルサの使用は、サビニ人であり、ローマ二代目の王であるヌマ・ポンピリウスの時代に、始まった宗教的伝統の中でも、最も有名なものの一つである。 モラサルサに用いられたエンマー小麦、ウェスタの聖職者たちは、ウェスタリア中にモラサルサを作る。ウェスタリアは、ヒドコの女神、ウェスタを祀る重要な催しで、6月7日から15日まで彼女を祝って行われた。伝統的にスペルト小麦と訳されてきた。アリアドニーステープルズ、フロム、グッドゴッテスツーベストルバージンズ、セックスカテゴリー・インロマン・レディジョン、 ピアニッシモ15、154-155、セルウィウスの、ボッカエクラーグ8.82、フェルナンド・ナバル・アントリン、リグ・デマス、コープス・ティバリアナム3-16、リグ・ダミー・エリジレ・ムライバー、ピアニッシモ27、272-272オンライン。ありがとうございます。